フォード・ウマドックス・ブラウンは、イギリスの画家。フランスのカレーで生まれた。同伴画家、ウィリアム・ホガースの風刺の精神を、ラファエル・ゼンパの絵画スタイルで受け継いだとされた。ラファエル・ゼンパのグループと交流したが、実際に一員とはならなかった。それにもかかわらず彼は、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティと、親しく、また1861年に、ウィリアム・モリスのデザイン会社、モリス。 マーシャル、フォークな紹介に加わっていた。祖父は病気は外部からの刺激の過不足によって起こるとする、ブラウニーズムと呼ばれる医療体系を提唱した有名な医師のジョン・ブラウンで、父親のフォード・ブラウンは海軍の士官であったが、ナポレオン戦争後に退役していた。ケントの名家の娘と結婚したが生活に余裕はなかった。住居費の安いカレーに住み、 フォード・マドックス・ブラウンはカレーで生まれた。父親は、フォード・マドックス・ブラウンに軍人となることを望んだが、画家の道に進んだ。1835年に家族とベルギーのブルフヘに移り、肖像画家のアルベルト・グレゴリウスの美術学校で学び、その後、ヘントに移り、ピーター・バン・ハンセリアに学び、1837年から、アントウェルペン王立芸術学院に入学し、 フスタッフアッペルスの下で学んだ。1839年に母親を亡くし、1842年に父親も亡くした。1840年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に初めて出展した。彼の有名な作品の一つにイギリスの見納めがある。戦場で次第に遠ざかっていくイギリスを見つめる厳しい顔をしたい民する夫婦の肖像である。 モデルは、ブラウン自身と妻、そして二人の子供たちであった。これは、ラファエル全般の彫刻家、トーマス・ウールナーが、ゴールドラッシュに沸くオーストラリアへ1852年に移住していったことをきっかけに描かれた。絵は、ブラウンの特徴的な戦場の力、そして明らかにグロテスクさの強調、船の横に吊るされたキャベツといった細部で構築されている。 労働ブラウンの最も重要な作品は特別展示用に描かれた労働である。一つの絵の中にビクトリア長期半ばのすべての階級が描かれた。舞台となったのはロンドンのハムステッド、ヒースストリートである。躍動的な中心では労働者たちが道路に穴を掘っている。そこから細部が拡散されイメージが紛失する。どの人物も どの社会的階級に属するか表され、都市での役割を担っている。労働以後のブラウンの主要作品は、マンチェスター市庁舎のグレートホール内にある12枚の連作、マンチェスターの壁画である。これは、マンチェスターの歴史を描いたものである。ブラウンの息子、オリバー・マドックス・ブラウンは、芸術家と詩人の才能を期待されていたが、毒で、中毒死した。孫は、 小説家、フォード・マドックス・フォードである。また、労働党の議員、フランク・ソスキスは早々にあたる。ありがとうございます。